エントリーナンバー1番、リリーと申します。東京生まれ、ハワイ育ち、ロサンゼルス帰りの帰国子女です。現在は都内の出版社に勤め、心理学の書籍の翻訳を行っております。私は過去に2年間うつ病を患っていた時期がありましたが、自分の感情について学ぶことで乗り越えることができました。この経験を生かし、ミスワールド日本代表として輝くことで、私は日本に心の健康の意識を広めたいと願っております。さらにミスワールドをきっかけとし、女優としての活動を始めたいと考えております。日本を代表するような女優、そして活動家を目指し、魂を込めてこの大会に挑みます。皆様の温かい応援をよろしくお願いいたします。エントリーナンバー2番の平瀬フィーナです。私は現在コンテンポラリーフラダンサー、タレント、モデルとして様々な方面で活動させていただいております。ミスワールドを通して、今この会場にいる皆様の目に触れることができて、とても嬉しく思います。そしてミスワールドのこのファイナリストの皆様と成長していく姿を見守り応援してくださればとても嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。エントリーナンバー3番、添田桃子と申します。現在筑波大学で医学を学んでおります。私はこれまで、発展途上国の病院を見学する機会や、東京パラリンピックに関わる機会をいただき、その過程で今ある社会問題について、考えることが増えました。ミスワールドでは、活動を通じて、皆さんと一緒に、今まで感じた社会問題を考えていき、それが社会貢献につながっていけばいいなと思っております。また私のこの挑戦を見て、誰か一人でも多くの方が私にもできるんだという気持ちでなってもらって、何か新しいことにチャレンジするきっかけになればとても嬉しいです。一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。エントリーナンバー4番、奥原彩子と申します。私は3歳の頃から大学時代まで約20年間剣道を続けてまいりました。剣道の経験から日本人として大切な姿勢や礼儀、さまざまなものを学ばさせていただきました。現在は20代の若者に対してリーダーシップを教える仕事をしております。現在日本にはさまざまな問題があると感じております。その日本を作り出しているのは我々国民一人一人です。日本にリーダーが増えれば、日本はより良く、そして強い国になっていくと感じております。このミスワールドの活動を通じ、私自身日本の伝統文化や魅力を発信していけたらなと感じております。応援のほどよろしくお願いいたします。エントリーナンバー5番、手島優里と申します。同志社女子大学薬学部で薬剤師を目指して勉強しております。大阪大会ではビューティー・ウィズ・ア・パーパス賞の1位とマルチメディア賞の1位をいただきました。特にこの大会で大切にされている目的ある美、ビューティー・ウィズ・ア・パーパスという点で評価していただいたことが、社会貢献に対する気持ちに自信になりました。私の努力が社会貢献や薬剤師の活躍につながるような大会にしたいです。この夏休みはグランプリを目指して、自分磨きと国家試験の勉強を頑張ります。よろしくお願いいたします。